はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。ダウンタウン熱血時代劇、前回の続きからやっていきましょう。そう、とりあえず肥前に着いたところでしたね。おばあちゃんに話しかけよう。私の息子は何もしてないのに罪人にされてしまったんじゃ。かわいそうに。宿屋があるな。鶴松と矢五郎が減ってるからちょっと泊まるか。泊まると。オッケー。で、よろずや。メス。風神丸。かっこいい。8000円。風神の力を秘めている。名刀の一つ。攻撃力38。弱えな。8000円の割には弱い。ここら辺は基本変わらないな。あとは行き止まり。何にもない。おう、おっさん。お侍さんには逆らっちゃダメだ。この前も一人切られちまってな。ここも物騒だな。あれは強烈じゃったわい。ん？わしの独り言を聞いちゃダメ。なんなんだ。町の人たちがマジほんとろくでもないことしか言わない。ここには変わったお菓子が売ってるんだぜ。あ、ほんと？それはいい情報だ。団子屋さん。団子、汁粉、甘酒、餅。あ、コンペイトーね。あとは、カステイラがある、カステイラが。さすがだな。長崎のあたりか、ここは。肥前ってどこだ？いまいち昔のあれはわからないな。ここは何にもないな。とりあえず、町があって終わりか。左の方に行くか。こっち行けるかな？あ、行ける行ける。あれ？小次郎。おう、あんたか。ちょうど良いところへ来た。俺は人を待たせているので心を離れなければならない。あんた、ここで奴らを見張っていてはもらえないだろうか。え？奴らって誰？奴らのやろうとしていることは、あんたたちにも関わりがあるらしい。なんだと？あっしらに関わることならば、無視するわけにはいかねえな。では頼んだぜ。去ってった。屋敷の中から声が聞こえてくる。え？だって屋敷ってさ、だいぶ遠いよね。どんだけでかい声で話してんの？そっちの方はどうだ、しんのすけ。うまく運んでいるのだろうな。こんな感じで話さないと聞こえてこないだろう。抜かりはありません。ただ。ただ。国政という都政人が案外厄介でしてね。今後、障害になるやもしれません。そんな下っ端、案ずるには及ばぬ。闇の者たちに任せておけ。いざとなったら先生もおられるしな。はっはっは。これで目障りな中吉郎たちも消えてくれる。あとは、あの憎き。あ、兄貴。し、いいところだ。黙ってろい。でも、兄貴、出そうですし。出そうって何がだ？あ、あれが。あれ？って、まさか。おい、ちょっと待て。なんだ？ダメだー。うわあ、ビッグバングか。いてぇ。む、何やつ？物ども出会え。ち、奴らか。うわ、侍が来た。こっちも刀を抜くしかない、これは。これで、ここであとは回ってれば勝手に敵が来てくれるんじゃないか。おぉ。強いね。おら、このぶっ倒れたところに回転切りを加えればいい気がするな。これでキュイーンとやって当たんなかった。おーし、レベルアップ。これなんかたまに刀しまっちゃうな。何なんだろうな。俺がやられるなんて。レベル上がったからちょっとスキル玉を見るか。お、しんのすけだ。おやおや、これはこれは国政ども、派手にやってくれましたね。あなたはいずれ仲間にと思っていましたが、こんなことをされては仕方がない。ここで切るしかありませんね。来るか。お、かっこいい刀だこいつ。でもそんな刀を持ち出そうと、俺の矢五郎のドスの前では生クラにすぎん。ほら、うわぁ、かわされた。お、終わりだ。くっそ、無念なり。だがいつか、あの人の力で蘇ってやる。誰だ、黒幕は一体。くっそ、こんなところで終わるわけには、あと少し、あと少しなのだ。ああ、死んでった。おめえ、くんのせえよ。どうやら、悪党は身近にいたようだ。
急いで文蔵親分のもとへ戻った方がいい。さあ早く。何、文蔵親分どうした。山賊の一味、とりあえず金づるだからな、倒しとくか。これ強えな、気力アップしてるからかな、なんか全然減らなくなってきたな、刀使っても。これはいいね。俺しかも範囲超広い、意外にここ当たるんだっていう距離でも当たる。刀の先っぽでも判定があるな。もう原兵が出てきた。これで終わりか。いや早い早い早い。そうだ、ちょっとスキル玉を見よう。確かこれで経験2倍が手に入るんじゃないか。おし来た、経験2倍。来たよ来たよ。これはスキル経験2倍。お、そっか、精神統一があったから1個回復させてこう。精神統一、うんー、パッと。でどっちだ、どっちから来たっけ。なんか忘れちったよ。神六一家の子分たちだ。この左、ああ城下町だ、よろずや。おお、頭突きスペシャル、アンマスペシャル、変身技、ビッグバング、山田の術、倒れ斬り。どうだろうな、いらないな。ちょっと山田の術とかどうだろうね。あれなんだ、中右衛門、国政、あんたの力を見せてもらうでござんす。おめえは中吉郎親分の、行くぜ国政。おお、向かってくるか。ちょっと刀取り出そう、これがやっぱ一番早い。向こうも刀を取り出してきたか。おら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 、くらえくらえくらえ。おお早っ、レベル上がんの早い、経験2倍さすがだな。弱かったな、それにしても。この程度か、まだまだでござんすな。いやいやいや、全然歯が立たなかっただろお前。何負け惜しみ言ってんだ。仕事屋がある、仕事ありますよ。音吉、抜け人、密売組織、暴れん坊、闇の仕事人、大泥棒、風切り小僧、超高い5000円だって。まあ、とりあえずこの抜け人から行くか。これ2つは受けらんないんだよね多分。ターゲットを変えたい、ちょっと寄っただけ。仕事済みましたか。うん、しょうがない。私も琉球ってところに行ってみたいな。あ、俺も行きたい。沖縄でしょ、船着き場ならこの先だけど、異国の船には乗れないぞ。ん、おや、あんたよその人じゃな。よく肥前に入れましたの。まあ通行手形持ってるからね。わしに話しかけるとはいい度胸じゃ、とばあさんに言われてしまっての。なんでも駿河や山城あたりも大変なことになってるらしいな。そうなんだよ、どこも物騒なんだよ。てか琉球に行きたい、琉球に。ここか、船着き場。こんにちは。出た、手抜きの会話。事情があって今は船が出せないのです。出たよ、何なんだよその事情って。こんにちは。ここは手抜きマップだ。船に乗れないならこれで行くしかねえだろう。これに乗ってこれで船を渡る、船じゃねえや、海を渡る。行けない、俺のこれが船だ。マイシープ国政号。ダメか、どうやら国政号を手放す時が来たようだ。短い付き合いだったが今までありがとう国政号。どうすりゃいいんだよ、琉球行きたいよ。山賊一味だ、よし、ちょっとカモだから戦うか。あ、上にいたな。おお、来た来た来た、降りてきたよ。おらおらおら、降りてきなさい、退治してやるよ。おらおらおら、早い早い、さあ来い。これは楽だな、金稼ぎもだいぶ楽になるな。これは剣術スペシャルが全てだなこのゲーム。今のところ、あとね、これも使える、これ
やっぱ刀は強いんだな。あとどこがある？この上とかどうだろう。またあそこに戻るだけかな。ん？ちょっとそこのお方、あなたはとても強そうだ。一条お前山賊とかやってたんじゃねえのかよ。一つ手合わせ願います。え、いきなり喧嘩を売ってきやがった。何が目的かは分かりやせんが、受けた喧嘩は買わせていただきやすぜ。来るか。しかもかっこいい音楽じゃないか、一条。おらおらおら。いてていてて。くそ。一条のくせに食らえ。あれ、なんか変なやつが出たけど、当たらなかったな。あとはここで回ってれば大丈夫かな。回転剣舞6連。食らえ。おー、またレベル上がった。早い。すげえな、経験2倍。やっぱり強い人だ。よし、決めた。これから私と一緒に悪党を倒し、新しい日本を作りましょう。一条、すげえことを考えてんな、お前。受ける、断る。まあもちろん受けましょう、ここは。新しい日本、わかりやした。足も協力いたしましょう。ありがとうございます。では、この辺りにいる侍たちを30人倒してから、船着き場に来てください。待ってますからね。30人倒さないといけないのか。侍ってことは悪事を働く侍か。謎の黒忍者軍団、これはいいや。神六一家、お前らもお呼びじゃない。虎蔵一家、全くお呼びじゃないな。虎蔵一家、いて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 。ここを往復するか。そうすると、あ、来た。悪事を企む侍たちだ。お、来た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 。何匹いるんだ、一旦で。これで、1、2、3、4。5。一条、お前さっき日本を変えるって言ってただろ。なんで悪事を働く悪党と一緒にいるんだ。何人だ、わかんねえ。7、8、9。9、10、10人、ちょうど10人か、これ。まさか一条、志を一緒にできると思ったのに、悪党に走るとは。ちょっと薬飲もう、次。山賊一人。あ、金づるだけど、しょうがない。ちょっと今は、侍優先だな。来た。薬を飲むか。うん、きつけがん、きつけがん。最高。よーし、行くぜ。お、なんだ、向こうに行きだしたぞ。真ん中に集めよう。さあ、来なさい。回転剣で、一条、見損なったぞ、お前は。さっきまで、お前は、新しい日本を作るため、あんなに目を輝かせていたのに、いきなり、悪事を働き出すとは。よし、これ、ツラで終わりだ。これで20人？本当に？まあいいや。あと10人。あと1ターンだな。虎蔵一家。神六一家。お、来たー。ここは戦いやすいからな。1、2、2。また上がったよ。3、4。5、6。おら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 。すげえ、マジつえ。7、8。なんかしまっちゃったよ。なんなんだろうな。9、10。10人だな、ちょうどいるな。よしよしよし。よーし、これで30人。 OK。 じゃあ船着き場に行きましょう。これで俺も沖縄に行ける。 in 沖縄。早く行きたいぜ、沖縄に。青い海、青い海が俺を待っている。足取りも軽いな、みんな置いてってる。あ、こっちです。一体どこへ行くって言うんで。秘密の島です。秘密の島？
すぐに行っても大丈夫ですか？もちろん大丈夫だ。では行きましょう。どこへ行くんだ？なんだ、怪しい奴らがいる。一条に騙された。船に乗った瞬間怪しい奴らに襲われたぞ。一条この野郎、はかりやがったな俺を。やはり奴は悪党だったか。弱クソ一条出てこい、俺が叩き切ってやる。はめやがって。さあ着きましたよさあ着きましたよじゃねえよお前何してくれてんだよ。この島はある組織が使っている島なのです。この島のどこかにお宝があるそうです。それをあなたに差し上げます。そんなことしていいんですかい？構いません。彼らは同じ夢を見た仲間だった。しかしすっかり変わってしまいました。世直しのための仕事が今では単なるお金稼ぎになってしまった。すべては奴に騙されたせいです。奴が出てくるな。ここでも私は彼らと戦うつもりです。これは私の戦いなんです。本当はあなたのような強い人にも協力していただきたいのですが、今は一人で戦うことにします。なんで協力してあげるよ。あ、長々と話してごめんなさい。さあ行ってください。戻るときは私に話しかけてくださいね。お前に話しかけると謎の一族に襲われるからな。元締めたちの手下だ。なんだ、あ、こいつらか。元締めたちの手下。元締めってなんだよ。誰だよ元締めって。くる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 っと。あとこいつらいくら持ってるからな。6,719円。30円くらいか。山賊より劣るな。だから山賊が一番いいってどういうことだよ。闇の力が通用しないと。なもん俺に通用するか。キュイーンと。あれ、一条また出てきた。仮面をかぶったって俺の目はごまかされんぞ。日本を変えるって言ったのは嘘だったのか。これキュイーンとで回る。完璧な戦術だ。痛い痛い痛い。そして奴から近づいてきてくれれば OK。 またちょっと気力が減ってきたな。まあ精神統一で回復させるのはちょっと時間がかかるからやめておこう。てか弾が3つあるな。すげえな。どうしようかな。そうするとディスカウントにしよう。ディスカウント、交渉術を覚えましょう。気力アップの、武器力アップの、交渉術。OK。さて、あと何か覚えたいものはあるかな。扇風脚はだってもう覚えてるでしょ。あ、効果が2倍ね。これもちょっと覚えるか。弾薬の効果も2倍になるのかな、そうすると。これは楽しみだな。あれ、なんか洞窟みたいなところに出てきた。あれ、ここで倒せば楽じゃね。うわ、早い早い早い。すげえな、経験2倍。わんさか湧いてくるな、ザコが。身の程を知るがいい。そろそろ気力が。見える。あれが見えるよ。お花畑か。ははははは、ガク。よーし。殲滅完了。気力がなくなってきた。次、岩薬を飲むか。何これ。ん？明かり方になる。梅ザフローとヤゴロウとかマジいらねえな、もう。何の役にも立ってないんだけど。こいつら、ヒラ降格かな、そうすると。梅ザブロウ、ヒラ降格だな、これ。鶴松も今係長やってるけどな。係長の働きはしてないよな。なんだこれ、宝箱があるじゃないか。名刀桃太郎を手に入れた。すげえ。名刀金太郎を手に入れた。え、マジで矢五郎にかなうものが出てきたか。とうとう名刀桃太郎、攻撃力プラス5、特定の相手に対して攻撃力プラス40何それ。名刀桃太郎、浮世の鬼に力を発揮するという刀。攻撃力5か40。超弱くね。名刀金太郎、攻撃力32、パンチ10、キック10。
持っているだけで力が湧いてくる名刀、攻撃力32 弱えな。やっぱヤゴロのドスが最強だな。あ、まだここにもある。羽カーソルを手に入れた。お、このアイテムはもしや伝説のアイテムじゃないか。ファミコン版の時代劇でもあったいわゆるマップ移動じゃないですかね。ちょっと地図を見てみよう。お、マップ移動できる。一個行ってないとこあんな。この河内の左、稲葉の下、出雲の下、四国に行ってないっすね。ちょっと後で行くか。ってことはこれ帰り別に一条に話しかける必要なくない？マップ移動で帰れるし。あとこれはここだけは、ここだけっていうかこれだけかな。なんか他に謎の店的なのはないのかな。ここ行けない。え、てか琉球ってこれだけ？なんか町とかないの？沖縄の町を想像してたんだけど、ないな。下、ここは行けない。本当にこれで終わりか。名刀桃太郎、名刀金太郎、ヤゴロウのドスにはかなわないかんな。最強武器が序盤に手に入るってどういうゲームだよこれ。こっちは、おお、行けた。変わんねえじゃねえか結局。元締めの手下だ。とりあえず仕方しよう。もう俺はこんなところにいる必要はない。宝も手に入れたし。ここに一条がいるんだよな。暗い。戻りますか。まあ戻るか。わかりました、では戻りましょう。もう少しで着きますよ。ああ、戦いはないのか。国政さん、いろいろとご迷惑をおかけしました。またいつか会えるといいですね。では失礼します。いや、一緒に戦おうよ。竹蔵さん、生きていておくんなせよ。はい。行ってしまった。一条、お前の力では一人で戦うことは無理だぞ。おとなしく国政一家に入った方がいいんじゃないか。文蔵のところに戻らないといけないしたよね。もう今マップ移動があるからな。とりあえず河内に行って、四国に行きたいな。四国にどうやって行くんだ。河内に行こう。とりあえず、おお、すげえ、一気に移動してきた。このまま左へ行けばいいのかな。どっかで下とかに行くのかな。桶がいっぱいあんな、桶が。このままとりあえず東へじゃなくて西へ行くとどこへ出るんだ。相変わらずのマップがわからん。素通りしないで、なんか買ってくれよって言われてもね、いいものがないんだよ。神鹿行くか。これ上行くとどこ行くんだっけ。越中だっけ。あ、そうだな。だからまだ下だな。もう神鹿一家とか相手にする価値ない。今稲葉かってことは、ここら辺から多分なんか下に行けるルートがありそうな気がするんだけど、ないかな。うおー、埋もれてる。ないな。四国に何があるんだ。てか早く文蔵の元へ行けよって感じだけど。あ、ここ下だ。ここ行きましょう。山賊の一味、あ、山賊の一味は倒すか。刀を抜く。ほら、お、二人とも当たる。よしよし、効率いいぞ。くらえ、弱い。もはや山賊超弱い。いいね、刀のサビにしてくれる。くらえ。一条、お前は心半ばにして山賊になってしまったのか。おらおらおら、まあ、またそろそろ。でも気力がなくなってきたな。
火付けガンを買いに行かなくては。今もう多分忍者の里もすぐ行けんな、これマップ移動があるから。よーし、チャキーンと、稲葉からどっか下に行くルートはないかな。あれ、ここも越中だな。今どこにいる？越中ってどこ？こっちか。ちょっと出雲の方行くか。そうすると、マップから出雲と。あー、ここ刀使えねえんだよな。ここ下行ってみよう。飯屋さん、よろず屋さん、スクリュー2、ハリテスト車、いらないいらない、もうそんなの。あれ、なんか出てきた。お、中衛もまた来たか。国政、今のあんたの力を見せてもらうでござんす。この戦いに意味があるんで。てん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 、意味などない。あー、ここも生クラかするのか。くっそー。ってことはこれで戦わないといけない。おい、お前ら囲め。昇進のチャンスだぞ。ヒラに降格したのに。このまま見てるだけだとお前らはいつまで経ってもヒラ社員だ。それでいいのか。戦えよマジで。何なんだよこいつら。今どういう作戦だったっけそもそも。クソ、刀なしで戦うのがこんなに辛いとは。くらえ、まあ、吐き苦痛。おお、レベルアップ。マジでなんだ、なんで手出さないんだ。もっと本気の力を見せてほしいでござんす。お前ごときに本気の力は見せる必要はない。というところで、まあ、とりあえず刀が超強いということが分かったんで、当分の間はもう矢五郎のドスでメインに行こうと思います。ちょっと四国にも行きたいんですけど、とりあえず、いい時間なので今回はこれで終了します。